高知度スクイレール、ササビマリオのコースですね。ササビマリオの生コール。コースの読み方は合ってるか全然わかんないですけど、まずこれで、ムササビをやってと、これは、これか、左上のコンベアね。左上って矢印、こっちに飛べと。これだ。あっぷねえ。はい。コンベア、あたたた、あたぶけだ。ん？こう来て、ああ。はいはいはい。オッケー。こうだ。でだ。青リフト。いける、危ねえ。よし、これで、おお、矢印大事だな。これ矢印。うわ、届かん。届かん。あれで上のオンオフを押して右のメット踏んでって感じだな。ドゥンドゥン。よっ。このね、コンベア、なんでこういう仕組みになるんだか。コンベア、壁のコンベアにしがみついて登るという、これはムササビマリオならではの特徴であります。はーい、飛んで左上。はい、ピタッと。さて、これはいいのか、いいのか、いいのか。はい、オフじゃなくてパウを叩いて。さて、お、早い、もうゴールや。何その、何そのブラックパックン。こういうこと？こうやってやるってこと？ジー。ゴール前の8のブロック。なんかもうワンアップある先入観が。なんであそこにブラックパックン仕込んでるんだ。まあとにかく。まあそれはともかくね、ムササビマリオのね、テクニック、いいコース。イッツハーツ？なんだろうね。とりあえず、これはヒップで下に行って、スネーク、危ない。からの、ああ、もうそこで右に行くって。で、はいはい。キラーにかぶって、キラーをかぶって、こういうことか。さて、これは押して、右に行きます。オーノー。ここで、オンオフを切り替えて、そのまま行っちゃいまして、の、はい。はい。弾でパウを発動させまして、中間。さあ、お次は、なに、おーい、すぐ上がれってことか？そこで上がるの。はい。これで、あ、間違った。ミスだけど、もう一個ある。親切。さあ、登って、あー、なんだそれは。行って、あべ、大丈夫だった。すぐ降りるって感覚。よし、すぐね。罠、それは罠。危ない。逆方向、逆噴射気をつけて。オッケー。さあ、さっきのところで一瞬急いだけど、ここは足場が出たのを見てから弾を押すということだ。さて、さあ、2個目の習慣。キラーと砲台。キラーと砲台被り物。ここはタイミングよく弾を打って道を開けていくぜ。やべ、ねえ。ふう。おう、ゴールやん。ゴールが埋まってた。イェイ。かぶり物。キラーと砲台を使って進んでいきます。コース。よいね。Don't touch coins hard. コープさんのコース。Don't touch coin ってことは、
コイン触ったらあかんのかな。このハテナブロックって叩いたらダメなんですかね。ダメなのかな。取ったすかい。触ってはいないけど、ああそれむずいね。これ旅館入れた。あれ右行けないよね。あ、なるほど。ねえ、さて、ああ何これ、何コイン触ったからダメってこと。完全に取るなっていう。いや取っちゃうじゃん。しゃがみジャンプ、オッケー。勢いつけてのしゃがみジャンプ。とりあえずはこれでいいのか。なんかもう実質1マス抜きみたいになってるところがちょっと難しいね。よし、コインを取らないことによって、取らないことによって、取らなければとりあえず進むということだ。オッケー。キラーさん、謎のキラーさんの謎の、なぜか置かれている謎の配置。さてこれ最初が地味に難しそうな。ここむずい。ほ、まあ、とりあえず死なないんでね。あ、こんだけか。最初だけじゃないですか。1マスして、いやーここ最初だけむずい。1マス抜け、 OK。 さあここが終わればもうあとは余裕っすよ。ディン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 、いや余裕っすねとか言ってフラグを立ててね、死ぬことがあるんでね。まあ今は突破したから大丈夫だけど、気をつけろ、気をつけろよ。ゴールやないかいみたいな。あーい、終わりかい。まあまあまあ、ゴール、コインを取るなという、まあコース名そのままやね。タッチコイン、どういう仕組みなんだ。スーパーハードレベル、アレックスさんのコース、スーパーハード。わあ、終わっていきなり潰されるのかと思ったら全然違った。さてどうすん、閉じ込められて、え、何最初の、あーなるほど。ドスン来たところ、わーい、最初の一発勝負だ。一発、なるほどね。さあ打って変わってよく見かけるこのノコノコの、ノコノコ踏みつけジャンプ。これはネット、おう、やべ、か、壁出てきた。壁が邪魔。ちょっと手前ぐらいから勢いつけていくといい感じ、いい感じにいけます。さあ中間、さあこれはスピンでフォーム辺を飛ばしていく。あーん、まあこれはメットを前で踏んだ後、あの四角い枠の上で踏むってことですね。割と分かりやすい、結構よく見かける。ワールド、マリオワールドでの、まあよく見るテクニック集みたいなところありますね。ワールドマリオ改造コース基本テクニック集みたいな感じのコースですね。イエイ。ここで、あーっと、あーっと、ダメか。中身を右に飛ばし、投げて、ここで踏む。いやい、ハイスピン。おーっとっと、そういう感じね。さあ、またメット。はい。さて、ここで絶対、と、何ずれた。さあこの後半戦に入ってちょっと難しくなってきたか。ちょっと難易度が上がってきましたね。 Z、 はい、踏んだ。おっと、もう一回踏んでから。さてここで P スイッチジャンプを2連発からのボムヘイスピンでゴールと、はい。サンクス。サンクス。はい。まあまあ、これは、良い練習にもなりそうですね。
スーパーハード、スーパーハードってことはちょっと言い過ぎだけど、まあまあまあ良いテクニックをおさらいできるコースでございます。スピントゥービン20秒 Z スピードラン、スピードスピンジャンプのスピードランですか、 Z スピードラン、とにかく全部スピンジャンプか、全部スピンジャンプ、はいはいはい、あ、あ、戻る感じか、はい、待って、ちょっとここで一旦ちょい高めのジャンプか、よし、あーなんだー、待って、ここで跳ね返って一気にいく、あーっと、どうなっと、おおー、ここで、あー、タイムアップ、タイムアップ、切り返しのとこでちょっともたつきすぎたか、ここ一発でいけるか、一発でいけるか、いける、よし、これなら、これならさすがにいけるか、あとは飛ぶだけ、はい、よーし、イエス、ジージー、サンクス、サンクス、イエー、ありがとう、ありがとう、スピンジャンプの20秒スピードラン、はい、まあまあね、何ちょっと切り返しのところがね、ちょっと意表を突かれますけど、まあ良いスピンジャンプのスピードランでしたね。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。